今日はミラーネイルパウダーを使ってぷっくりした形のレジンの桜を作っていきたいと思います。こんな仕上がりになります。ではこんな感じで台紙にしっかりとレジン枠を貼り付けて第1層目を作っていきたいと思います。少しずつレジンを流して、その後爪楊枝で鳴らしていきます。こんな感じで花びらの先端の方がレジン流れにくいので、しっかりと爪楊枝の先を使って伸ばしていきます。先の方までしっかりとレジンが流れるように誘導してあげます。こんな感じで様子を見ながら、だいたい均等になるように伸ばしていきます。こんな感じですかね。そしたら第1層目を硬化したいと思います。はい、では1層目を硬化している間にこういうパーツを作っていきたいと思います。桜のゴールドのパーツなんですけど、これをマスキングテープの上に貼り付けます。で、この花びらの一つ一つのところにゴールドのブリオンを置いていきます。こんな感じで花びらの中心のあたりに置いてセッティングしてあげます。これなんですけど、横から見るとこんな感じですね。で、ここにレジンを一滴垂らします。これでちょっとぷっくりしたパーツを作ります。こんな感じですね。ちょっと流しながら立体感出たら硬化します。注意してほしいのは、花びらの外側にレジンが流れないように収まるくらいのレジンの量を流してください。硬化します。で、こちら出来上がりました第1層目ですね。ではこの上にミラーネイル用のパウダーをのせていきます。しっかり取って花びら1枚1枚しっかり塗っていきます。こんな感じですね。ミラーネイル用のパウダーなんですけど、これはオーロラピンクを使いました。花びらの先端の方少し塗りにくいので、しっかりとチップを縦にしたりして塗り残しのないようにしっかりと塗ってあげてください。こんな感じでだんだんピンク色が見えてきましたね。基本的にミラーネイル用のパウダーはクリアなんですけど、角度によってピンクが見えますので、しっかりと塗ってあげます。こんな感じですかね。はい、全体に塗り終わったところです。角度変えるとピンクが見えますね。これで確認します。塗り終わりましたら、今度は中央にレジンをこのくらい流します。全体に行き渡るくらいなんですけど、白のカラージェルを爪楊枝の先に少し取ります。で、今流したレジンのところにくるくると混ぜながら置いていきます。しっかりとレジンと混ぜ合わせながら、花びらのところレジン膜全体にホワイトを伸ばしていきます。もし白のジェルがなければ、顔料とかで作っておいてそれを流すので大丈夫です。濃さがこのくらい、少しクリアな感じなんですけど、下のピンクが隠れるくらいの濃さで調節してください。混ぜながらこんな感じで桜全体にホワイトのレジンと白を混ぜたものを伸ばしていきます。爪楊枝の先端を使ってしっかりと
花びらの先端まで伸ばしてあげてください。ここでもなるべく均等になるように伸ばしてあげます。多いところから少ないところへ誘導してあげて、こんな感じですね。しっかりと端の方まで伸ばします。こんな感じで仕上がりました。こちらまだ硬化はしません。でここからちょっとコツがいるんですけれども、真ん中にレジンを一滴垂らします。そしたら急がなくていいんですけど、なるべく素早く花びら一枚一枚のところにレジンを一滴ずつ垂らしていきます。こんな感じで一滴の量が同じくらいになるように落としていきます。そうするとこんな感じでホワイトの線が浮かび上がります。面白いですね。でここで終わりにしてもいいんですけど、私はこの後線を引きました。中央に向かって花びらの形が出るようにスッと爪楊枝の先端でホワイトの線を引いてあげました。でこれもう流れてしまうのですぐに硬化します。ちょっと流れてしまったのが残念です。で硬化し終わったら、今度はミラーネイルパウダーをまた塗っていきます。今度は全体ではなく花びらのところだけに乗せるイメージで乗せていきます。チップの先端を使って中央にはミラーネイル乗せません。こんな感じで台紙を回しながら花びら一枚一枚にミラーネイルのパウダーを乗せていきます。こんな感じですかね。ホワイトのアウトラインがぼんやり出来上がっているので、花びらがピンク色に見える仕組みになっています。で最後の花びらを塗ります。角度を変えてみるとミラーネイルパウダーはよくわかりますね。こんな感じで花びらのところだけ、中央には塗っていません。こんな感じで仕上げました。そしたら先ほど作ったこのパーツをつけていきたいと思います。硬化が終わってるかと思います。こちらですね、爪楊枝の先端にほんの少しだけレジンを取ります。でこれを中央に薄く伸ばしてこちらのパーツをつけていきます。このパーツ桜の形なんですけど、もしなければ丸のゴールドのパーツでも代用できるので大丈夫です。あとはシリコンモールドでこのくらいのボールを作っても代用できます。こんな感じで、ちょっと位置を微調整しながら決めていきます。なるべく花びらの角度が合うようにつけました。こんな感じで硬化しました。ここから見ると真ん中だけ浮き出てる感じです。そしたらまたほんの少しだけレジンを取って、花びらの根元の中心のあたりに置いていきます。ほんの少しで大丈夫です。で、ここの点のところにゴールドのブリオンを置いていきます。こんな感じで一つずつ置いていきます。この時に仮止めのイメージでいいので、レジンの量多くならないように気をつけてください。これはデザインもあるんですけれども、このあと大きくたくさんレジン流していく時に流れないように、このゴールドのブリオンがせき止めてくれる形になります。なので少量のレジンでブリオンが
埋まらないようにつけてあげてください。こんな感じで硬化できました。横から見ると立体感があるようにつけられてます。ではぷっくりした花びらを作っていきたいと思います。こんな感じで同じくらいの量のレジンを1滴ずつ花びらの上に乗せていきます。少し置いておくと、さっき流したつけたブリオンのところでレジンが流れるのが少し止まります。完璧に流れるのを止めることはできないんですけど、時間を稼いでくれるので、今のうちに爪楊枝の先端を使って花びらの先の方ですねにだけレジンを誘導します。で、この立体感がなくならないうちにすぐに硬化してしまいます。こんな感じですかね。硬化します。硬化が終わってこんな感じに仕上がりました。横から見ると少しだけ膨らみが出来上がってますね。ここの花びらだけ少し低めです。こんな感じで全体を把握したら2回目の花びらです。横から見た時に低かったところには少し両目のレジン流して、十分だなと思ったところには同じくらい の, 量で少なめでレジンをまた1滴ずつ落としていきます。こんな感じで少し広がるのを待って爪楊枝の先端で花びらの先にだけ誘導してあげます。この時に気をつけたいのが、隣の花びら同士でレジンがくっつかないように気をつけます。先端の方には、爪楊枝で誘導してあげるんですけれども、隣の花びらにくっつくとそのままどん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 レジン流れてしまうので、中央の方にはブリオのところまで爪楊枝で誘導してあげるイメージで作っていきます。こんな感じですね。様子を見ながら隣の花びらにはくっつかないようにブリオのところまでレジンを持ってきます。こんな感じで、膨らみがなくならないうちに硬化します。はい、こんな感じで2回目の花びらが硬化が終わりました。では最後もう少し膨らみをつけたいので3回目の花びらを作っていきます。同じように1滴ずつレジンを流してしばらく置きます。横から見た時に足りないところと高さ出したいところを把握しておきます。で、同じように花びらの先端の方にだけ爪楊枝で誘導して、中央の方はブリオのところで留めておきます。こんな感じですかね。ブリオのところまでで、先端の方には爪楊枝で誘導してあげます。こんな感じで様子を見ながら少しずつ流してあげます。角度を変えて流しても大丈夫です。こんな感じで爪楊枝を使って作っていきます。はい、ではここで膨らみがなくならないうちに微調整をしたら硬化します。はい、こんな感じで硬化できました。横から見て花びら一つ一つ膨らみがあってぷっくりしてるかと思います。全体見てこちらからも
くりと出来上がってますね。はい、これで表は完成です。もう少し真ん中の方にメリハリをつけれたらよかったかなと思いました。ミラーネイルのパウダーは角度によって本当に表情が変わるので面白いですね。ではゆっくりと剥がして裏面です。裏はこんな感じになっています。今回裏面はフラットのままで仕上げたいと思います。レジンを垂らしたら、本当に少量でいいんですけど、また爪楊枝で全体に伸ばして流してあげます。伸ばしきったらしばらく置いて平らにしてから硬化します。硬化が終わって、裏にもミラーネイルのパウダーをのせました。ピンクが裏側見えてなかったので、見えてるんですけど、もう少し色味をつけたかったので、硬化の後にミラーネイルをまたのせます。こんな感じでチップを使って全体に塗っていきます。こんな感じで斜めにするとよくわかります。では最後にコーティングのレジンを流して、また爪楊枝で薄く伸ばしていきます。絶対に行き渡ったらちょっと平らになるまで置いて、そこから硬化して完成です。はい、出来上がりました。こんな感じでピンク色に、角度によってはすごくピンク、乳白色の感じで出来上がりです。はい、表側、こっちが裏側、出来上がりました。角度によってはすごくピンクに見えて、上から見たりちょっと角度を変えると基本的には乳白色の感じです。横から見て、花びらのぷっくり感も出せました。ミラーネイルのパウダーを使うと本当に表情が変わるのが面白いなと思いました。はい、ミラーネイルパウダーを使って桜のぷっくりとした形のレジンでした。